これは何ですか？これはあのチョコチップス。チョコチップス。はい。チョコチップです。はい。なんかすごいですね。すごい発達してきてどんどん年々でかくなるみたいな。へえーはい。これなんか上から見たらめっちゃ存在感ありますよ。よくこう T シャツ着てて、はあ、あの僕言うても乳首ちょっと下に向いてる方なんで透けるわけがないんですよ、はあ、T シャツ着てても乳首が、はあはあはあ、こいつのせいで、はあ、乳首透けてるよって言われちゃうことがやっぱ多いですよね、はあ、悔しいちょっと。いやでもなんかこっちもありますもんね。そうそうここも、はい、はあ、これとこれの違いって何なんですか、はい、それとこれの違いそうっすね。なんだろうな、ちょっともう、まあ、言っちゃえばまあ食べれるか食べれないかみたいな。あ、はい、なるほど、これ食べれるんですね。こっちは食べれる方で、はあはあ、こっちはまだ食用にはなってない。そう、まだ実ってないみたいな、はあはあはあ、そうなんです、はあ、すごい、皆さんこれ見えますかね。もうこっちとこっちの違いもね、そうだね、また違ってきて、うん、そうだね、へえ。こっちがあれかな、乳首、あ、こっちがあの本来、本来、本来、本来働きをしてるやつ、うん、ああ、こっちが食用の乳首、食用の乳首だそうでした。龍泉さんの大胸筋コーナーでした、はい、ありがとうございます。